おはこんばっちー、ハーチチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじいの続きやっていきたいと思います。こちらが特殊能力の経験値表ということで、だいぶねつくようにはなってきたんだけれども、最近本をねなかなか読めていないので、頑張ってまた本を読んで特能をつけていきたいなと思っております。ということで今日も元気よくおじいやっていきましょう。では早速試合いきたいと思います。通常プレイでいきましょう。現在相手は4位の中地、そして現在4連勝中ということで頑張っていきたいと思います。さあ行きましょう。そういえば前回のパートでおじい2桁ホームランに到達しました。なのでねそれをうまくね、そういえばミッションも打たなきゃいけないっていうミッションがあるんだよね。とりあえず打っていきましょう。ストレート、ツーシームとスライダー系とフォーク、よし、オッケー、綺麗に打ってたね。それと今愛知県なのでミッションをね、金徳ミッションやりたいですね。やりたいというか投資したいですね。芸術的な流し打ち、あとね数千万だと思うんだよ。うまいうまいうまい、オッケー、ラッキーヒット。そして回れんじゃない回れんじゃない、オッケー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 、ラッキーは、まさかタイムリーになるとは。勝ち越し、オッケー。さあもう一回回ってくるでしょう。ちょっと狙うか、絶好調、相手は絶不調。さあスタンドイン、よっしゃー、うまく打った。いやーツーシームをねうまく拾ったんだけど、思ったよりも飛ばなかったな。オッケー、これ猛打賞でしょ。ああ負ける、マジか、逆転負け、マジかよ。おじい大健闘したのに最後投手陣が崩れてしまった。いやーこれなー、もう少しでねヒーローインタビューだったんじゃないかなと。勝ち越しタイムリーだったし、本日3安打だったし、悔しいね。もう8月の半ばですよ、早い早い。さて能力研究所でここで投資をして、いやいよいよだよこれ、まだかな、まだですね。うわ一回ゴルフ行かないと金がないじゃん。ということでまたまた通常プレイで、では行きましょう。ランナー一塁、若松さん、よっしょ、おい第2球打ちました、おいストレートね。いやーちょっと早いねタイミングが、おいストレート。これカーブ系なんだろうか、2球種超えろ超えろ、浅村さん超えろ、うわー守備範囲が広い、やべえ、もう浅村さんなんかトラウマな気がする。まさかのね WBC 三冠王、そして MVP ですからね。ドロップカーブか、オッケー、落ちるのなんだろうね、フォークかな、うわーそこ入れられたら打てないわ。さあ来いや、ツーストライクになるとおじいね打率下がるので打ちたい。ういツツーツーツーなら打てるんじゃない、チャララチャラチャチャチャラチャチャチャラチャラチャラチャ、あーいい当たりすぎたか、ポテンのおじいじゃないね。うわーこれはちょっと狙う、うおチェンジアップか、オッケーオッケーオッケー、チェンジアップね、分かってたら行ったわ。でストライクゾーンにインハイにチェンジアップを、インハイにチェンジアップを、次は4球目投げました、打ちました、差し込まれたが、いやー今取った、まあタイムリーじゃない、犠牲フライだからいいんだけど、ヒットが、もう1回もう1回スプリット、 OK、 さあ来い、スプリットとツーシームとスライダー系、バント警戒のところをね強振する、いやーツーシーム、いや強振ですよ、オッケーオッケー、そこいガツーンとガツーンと、いやーもったいない、
もう1打席お願いします。まずか。うわ、ミッションもこれで失敗になりましたね。うわー悔しい。3-0。まあ、打点は上げたんだけどね、犠牲フライ。あれー落ちてなかったかな。いやー、また機会があればやらせてください。赤い疾風のように。別ミッション来ないかな。お出かけで川岸に行きたいと思います。ここだったらね、釣り竿持ってるんで久しぶりに釣りできるんじゃないかな。最初はねやってたんだけどね。奥行くと行こうか。選手に他の選手に特殊能力つける、それなんかもったいない気がしてきた。めんどくさくなってきたね。コメント欄でつけられますよとは聞いてたんだけれども、ターンの消費がもったいないなと思ってしまったので、ちょっとつけない可能性あります。お、なになに、柳さん、 OK。 ライバル対決、さあ行きましょう。1点取る。ランナー1塁、打率3割9分まで上がってきたね。よっしゃー、完璧な初球打ち。さあ第2打席チャンス、 OK。 おい、 OK。 さあ2打点稼ぐチャンスだ。阿部さんなら余裕で戻ってこれるしね、ツーアウトだし。いやーダメか、ダメだー、飛びすぎたー。さあゲッツ行くよ、ゲッツ。ほい、はい、オッケー、ナイス守備。さあおじい燃えております。オーラ全開、オーラ全開だからちょっとうと。なんでこんな燃えてんの、大炎上してんのかな。ブログ、ブログやってねえな、そういえばおじい。作チェか。チャラ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 。さあ来い、投げました。おい、ナイス。さあまた OG が打ってやる。メラメラ燃えておる。ラチャチャチャラチャラチャチャラチャチャラチャラ。惜しい、いや今フェアじゃない。おお、すげえとこ。さあ来いや。よし、これは文句なし、文句なしの長打。はい、セーフ。いいね、足速くなったな。さあゲッツ来い、ゲッツ。はい、ほいほい、オッケー、オジナイス、ゲッツ素晴らしい。さあ最終打席、猛打賞しちゃおうぜ。うい、逃げてる。おじいビビってんだな。うまい、オッケー、猛打賞。ポテン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 。よし、勝った、快勝。いいぞ。おじいさんはね、あ、そっか、今日4出塁だったんだ。ヒット3本に1フォアボールか。いいじゃん。いや、柳さん攻略ですよ、余裕ですよ。お、ミッション何。あー、青バットか。青バットはね、1試合4本、めんどくさいけどやるか。いいえと言ってもやらされるからね。まあいいでしょう。移動して広島か、 OK。 では通常プレイいきましょう。さあ頑張って勝っていこう。お、秋山さんかな。さあライバル負けないぜ、いきましょう。さあ早速ランナー一塁か、かびってるか、走っていいよ。ウィーナックルカーブ曲がるね、軽い球だからな。一発いけるか。うい、カットボール、今振ってても多分フライだったな。オッケー、しっかり見れてるよ。うまい、うまい。ああ落ち、落ちたけども。
いやー、畜生、フェアじゃなかった。風1メートルなかったらフェアだったな。もったいない。お、これはちょっと強振しよう。スタンドまで持ってけ。メヒアじゃなくてオジー。いい当たりのゲッツ。うーわ、やっちまったな。お、2点取る。これは軽くね、ミート打ちで。よし、これはフェアだ。よしよしよし、これ戻ってこれんじゃない。よしよしよし、ナイスラン、ナイスラン。素晴らしい、打点を上げる。完璧です。じゃあ最後強振しよっか。さあスタンドインさせたいですね。初球ちゃんめ、これをねうまく使って。よし、入るかな。ダメか。はい、まあ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 、オッケーオッケーオッケー。ナイス強振、いいぞ。さあもう1打席。お、よし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 、サクチェか。サクチェカット、いやスライダーなんでしょうね。あとカーブ系と。いや、畜生、ど真ん中の失投だったのに。ギップずらいとやってんじゃん。うわー、ホームランで3打点稼ぎたかったわ。快勝。まあ勝ったからね、打点もこの試合一応上げてますからいいでしょうね。ヒットも打ててるし、いいよいいよ。それで怒られるのが意味わかんないけどな。オッケー。最近ライバルにね勝ててますね。おじ調子がいい。さあまたまた試合か。やってやるよ。さあ行くぞ。おお、ノバさん、バルフォア出た。バルフォア、これ確かねチェンジアップだったと思うので、カットとシンカーと、あ、スクリューとチェンジアップ。よし、いけいけいけ、入らない。ペンチョク、オッケー。いや、いいよいいよ、ナイス、オッケー。これはちょっとミート打ちでいきましょうか。よし、オッケー。うわ、2本目のツーベースじゃん。よし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 、いいぞいいぞ。チャ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 。おお、満塁で。いや、畜生、もっと上だったか。満塁で打ちたかったぜ。もう一回もう一回、また強振でいこう。チェンジアップ、いったいった。またフェンチョクか。いやー惜しい。でもツーベース3本、素晴らしい。もう一本もう一本もう一本。よしよしよし、ピッチャー変わる。スライダーかシンカーか。嘘、スライダーかシュートか。ゆい、秋山翔吾さん、畜生。まあいや、ツーベース3本ですからね、大活躍。あれ、本日4安打。いや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 、勝利いいでしょう。いや、1試合だけヒット打てなかった、あれ以外は全部2安打3安打以上してるよね。いやー、もったいない。連続安打記録も止まっちゃいましたね。ということでお出かけで、ちょっとねお金が欲しいのでゴルフ場で賞金稼ぎしていきたいと思います。もうね絶対ね、おじいゴルフに転職した方がいい。ゴルフをあのメインで、こっちをね野球をね副業にした方がいい。ワンタンメン、ワンタンメン、オッケー。スコア50 50はやばいよ。どんなスコアで、どんなコースだよ。360万、 OK。 さああともう1試合ですね。ではそのままゴー。さあ行きましょう。
ランナーなし、藤波くん、オッケー。藤波くんとはね、友達関係になってるんで、コントロールも上がってるしね。うい、ツーシーム、いいぞ藤波くん。ツーシーム、うわー、抜けない。これヒットじゃない、ヒットじゃない、エラーか。ヒットじゃないの、内野安打でいいんじゃね。あ、ちょっと行く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 、やべやべえ、満塁で打てねえ。うーわ、やべえ、藤波くんが超頑張ってる。今藤波くんの防御率はね 3.35 なんだよね。わざとここでね、打たなければ、ちくしょう、さっき打ちたかった。打たなければ 3.34 になったかもしれないのに。いや、あれね、あ、そっか、円周率は違ったか。さあ、打つぞ、抜けろ、抜けろ、やべ、二兵卒はやべ、負けたー。うわー、藤波君すげえ、負けました。開花の藤波、いや、すごいよ藤波君、めちゃくちゃ調子上がってるよね。やばいよね、そうだよね、併殺やばいよね。そうですね、それは本当反省しております。ヒットは出たけれども反省をしております。じゃあラーメン屋行くか。ラーメン、つけ麺、おじイケメン、恩人にはサービスで1万円。どういう意味のサービスなんだろうな、困ったな。値上げかな。さあ、移動かな、移動しないね、そのまま広島ですね。じゃあラーメン屋で、ラーメン屋、あ、山本浩二さん、山本浩二さん来た、ミスター赤ヘル、話しかけてみよう。初ですよ山本浩二さんは。いや、何くれんのかな。いやー、僕は君に注目しているんだ。いやー、恥ずかしい。あ、お願いします、ぜひ。やったー、こういうリストに入る。いや、嬉しいっすね。ということで今日はここまでかな。最後なんかあるかな。お出かけできますね。もう一回じゃあラーメン屋行こうかな。23回も行ってるよ。あと10回でね、これであと9回でね、本がもらえますね。で、次の年からね、移籍する予定なので、おじいね、だから早めに本をもらいたいと思ってます。セリーグ行くのかパリーグ行くのか、それすらも分かんないからね。ということで今日はここまで。打率も爆上げ、そして打点も相当稼げるようになってきた OG、 これは夢の三冠王、いや、ホームランは無理だな、二冠王いけるのか。ということでバイバッチ。